エディプスコンプレックス、エディプスコンプレックス、独語、エデパスコンレックス、英語、オイディーポスコンプレックスは、ジークムント・フロイトが提示した概念である。断根期に生じ始める無意識的葛藤として、提示された。日本では、訳語として、エディプス複合と呼ばれることもある。フロイト派では、男女共に適用される用語であり、心的発達の重要な転換点として、 また神経症の発症段階として注目されている。エディプスコンプレックスとは母親を手に入れようと思い、また父親に対して強い対抗心を抱くという幼児期において起こる現実の状況に対するアンビバレントな心理の抑圧のことを言う。フロイトはこの心理状況の中に見られる母親に対する謹慎、相関的欲望をギリシア悲劇の一つ、オイディプス。 エディプス王になぞらえ、エディプスコンプレックスと呼んだ、オイディプスは知らなかったとはいえ、不王を殺し自分の母親と結婚、親子婚したという物語である。まず子供は母親を手に入れ、父親のような位置に就こうとする。男児においては、母親が異性であり、ゆえに愛情対象である。子供は、父親のような男性になろうとして、同一か強くなろうとする。 子供は、時期に父親を排除したいと思う。しかし父親は子供にとって絶対的な存在で、あるので、そのうち父親の怖さに気づく。最初は、漠然とした不安や憎しみしか抱いてないが、子供が実際に母親ばかりにくっついていると、父親は、お前のペニスを切り取るぞと脅すのだという。ただしこの言葉は、実際に言われるとは限らず、 大抵の子供はこの脅しを無意識的な虚勢不安として感じるようになる。こうして子供はジレンマに陥る。母親を求めれば虚勢されるし、父親のとにひざまずいて、父親に愛される母親の立場に収まるのならば、子供は虚勢されていると感じるのであり、どちらに白ペニスを保持するための葛藤にさいまれるのである。この際に子供は、 自分のペニスを保持するために、謹慎相関をする欲求を諦め、また父親と対立することも諦めて、両親とは別の方向へ歩き出す。こうして、エディプスコンプレックスは克服されて、子供はペニスを保持しながら無社会に飛び立つ。その後の時期は、潜伏期と呼ばれ、幼児的な欲求、性的な欲求を無意識化に抑圧して、ほとんど表出しなくなるのである。 エディプスコンプレックスでは二つの側面が生じる。子供は最終的にこの葛藤から逃れるために両親を捨てるのであるが、子供は父親と対立するために同一化していた強い男性的側面と、父親からやってはいけないと言われた禁止事例を長寿画として形成するのである。それは両親や倫理観や理想として保持され、潜伏期以後の子供の行動を統制するようになる。 またエディプスコンプレックスの葛藤を克服すると、子供は、近親相関的願望や、それに付随している、微微動、それに虚勢不安や父親への攻撃心などを無意識に抑圧する。これらの欲望は、エディプスコンプレックスが生じるまでは、子供の思いのままに表出されていたが、この葛藤と克服を機に、それらは捨てられることになる。これらの欲求は、無意識に捨てられる。 つまり無意識に抑圧される。こうして、その頃までは曖昧だった意識と無意識の境界が明白に形成されるようになる。子供はエスから自我を派生分化させて、つまり抑圧によって、近親相関的願望や虚勢不安などを無意識に押し込めて、現実的な自我を作る。また同一化した部分と禁止事項が合わさって、超自我が作られる。 こうして三つの心的構造が作られるのだと、ジークムント・フロイトは主張している。ジョジはペニスがないために男児と発展過程が異なる。ジョジも男児と同様、最初は母親に愛情を抱き続けている。ただジョジが成長するとともに、同性のクリトリスが小さいのを見たりして、子供の女性にはペニスがないことを徐々に認識し始める。ただしこの時点ではまだジョジは、 大人になったら私もペニスが生えてくるんだと信じているのだという。しかし母親にペニスがないことに気づくと予感は確信に変わり始める。ジョジは周りの女性がペニスのない劣った存在であり、また虚勢されているんだと考えるのだという。こうしてジョジはペニスがないことによる劣等感と本格的な虚勢不安に取りつかれる。 そして母親に対して、なぜ、私のペニスを立派にして産んでくれなかったのと怒りを向けるようになる。この時、女児は三つの方法によって、この虚勢コンプレックスを回避する。第一は、自分にはペニスがないことを強く自覚して、完全にペニスがない存在として受け入れることである。これは、劣等感を持つ女性を作る。この場合は無気力な人間になってしまうという。 第二は、自分はペニスがいつか生えてくるし、私は男なんだと信じて男性的な性格を身につける場合である。第三は、ペニスという対象を選望する際に、ペニスをペニス子供と象徴交換して子供を手に入れることによって代替的なペニスが手に入れる道を選ぶ場合である。この道に進むと、女ジ児ジはそれまでペニスのように扱っていたクリトリスから、 質へと、ととととビドーがが移行し、男性と成功することが目的となるここ目的なによって、子供を得ることがまさにペニスを手に入れることなので、女児はこれを機に本格的に母親から父親へと愛情対象を変えると言われる。母親は憎んだままで、父親は新たな愛の対象になるので、こうして女児のエディプスコンプレックスが発生するようになる。 男児は虚勢コンプレックス、父親に虚勢されるかもという不安から母親を手に入れることを諦め、エディプスコンプレックスが崩壊するために、近親相関の欲望などは放棄されることになる。しかし女児は虚勢コンプレックスが生じて、それが、契機になって母親から父親への愛情対象の転換が起こるとされている。ゆえに、女児はいつまでも父親を愛したままになり、フロイトは、 ジョジのエディプスコンプレックスはいつまでも続き崩壊するきっかけがないと言っている。そのため、ジョジには男児のように強力な長児がが生じないという結論を主張している明確な長児が形成にはエディプスコンプレックスが放棄される必要がある。フロイトはジョジの場合もエディプスコンプレックスという用語を使っていた。男児もジョジも 同じような葛藤構造が生じるからである。弟子のカール・ユングがエレクトラ・コンプレックスという用語を提示していたが、フロイド自身はその言葉を採用せず、女ジ児ジの場合もエディプス・コンプレックスと呼んでいた。この理論はヒステリー患者の精神疾患の原因が幼児期の性的虐待にあるという初期の誘惑理論における直接的な因果関係の理論を疑うものであったが、 実際に存在する性的虐待の報告の反論に用いられているのではないかとの疑惑から後に非常に批判を浴びた。フロイトは初期の精神分析においてこのエディプスコンプレックスの現象を性的誘惑として考えていたがそれは後に放棄された。彼が本格的にエディプスコンプレックスを主張するようになったのは性的空想説を採用してからである。すなわちこれはあくまでも 無意識的な空想ということになっている。このエディプスコンプレックスにおける葛藤が神経症の原因であると認知してからは、フロイトやその後の弟子は神経症の原因はエディプスコンプレックスの未解決にあると考えるようになった。フロイト死後の自我心理学においては特にこのコンプレックスの未解決が強調され、虚勢不安や近親相関的願望を動物恐怖や 感情転移によって説明するようになっている。このコンプレックスの克服が患者の神経症を回復させ、超自我を強化させ、自我の現実適応を図っているという点から精神病理の治癒理論として重要視されている。現在でもこのコンプレックスは患者の回復過程などで見られたり、臨床における患者の心を把握する一つの見方としてある。 エディプスコンプレックスには批判も多く、有名なものとしては、それは外交的な人間に限ったもので、内交的な人間においてはそれに限らないという、カール・グスタフ・ユングの批判がある。実際、エディプスコンプレックス理論は、不正的な社会で二元論的な思想が強い、西欧ではよく利用される理論であったが、そのような感覚が薄い日本ではさほど感覚的に合わなかった。 近親相姦願望が不正的なものに対する破壊願望に裏付けされているなどという理論に対し批判的だったおこのぎ敬語はアジャセコンプレックスの思想を日本でルフさせたただこれに関しては拡張性が強すぎるためエディプスコンプレックスが見えなくなっているという反論やアジャセも実際は母親ではなく不王への反抗心だったという指摘もあるため批判も 決して少なくはない。また、エディプス・コンプレックスは、父親が強いということが前提であるため、ブローニスワフ・マリノフスキの、母権性社会の話は、フロイトの考えに対する反証として用いられる。精神分析家のルート・ウォルデックは、フロイトのフリース宛ての所感を分析し、そもそも、フロイト自身が、父親に対する憎悪を持たず、女性に対する、恐れの方が大きく、 母権制的な関係性を葬るがために、不権的なものを導き、その内部の関係として父親殺しという身振りをしたのだとしている。多くの学者が指摘しているが、強い近親相関的欲望が多くの人にあるとフロイトが主張したのは、フロイト自身が母親との近親相関的願望と父親への像を自己分析によって発見したという点も逃せない。 シングルマザーやワーキングマザーが多くなり父親不在となった現代の社会ではエディプスコンプレックスの存在に会議を抱くようになったものも多い。例えば後に自己愛性パーソナリティ障害を研究したハインツ・コフートなどは正常な人間はむしろエディプスコンプレックスを危機として通過すると考えていてこのコンプレックスは精神病理の浅い部分における表現に過ぎないとしている。 あくまでも、エディプスコンプレックスは、空想によって形成された三者関係の葛藤表現であるとする見方もある。さらに、エディプスの物語の過程が、近親相関を煽るように、一度引き離すように、できていたことからも批判がある。つまり、エドワード・ウェスターマークの身近な相手に性的欲望を持つことはないというウェスターマーク効果によって、 近親相関願望は近くにずっといた場合、起こらないというが、これはそれにぴったり合う場合であって、通常はそのような願望は起こらないと論証する他である。また、ドゥルーズ語りはアンチオエディプス1972年において、エディプスコンプレックスの想定する近親相関願望論は禁止されている、だから望んでいるという代物であり、ダブルワインド的で非生産的であり、 本質的に生産的なものは、機関なき身体であると述べている。アンジオエリプスでは、エディプスコンプレックスを含んだ、精神分析全体を徹底的に批判している。1957年の、近親相関に関する研究で実際に、日本の母と息子の近親相関の事例を調査した、久保説には、母と息子の近親相関は、 エディプスコンプレックスによって起こるなどといった見解をきっぱと否定した。1980年代にはアメリカで記憶論争が相次いだ。両親に性的被害を受けた記憶があるという患者がいたのだが抑圧された記憶の中にそのような記憶があったといった訴えが中心であったため、フロイドの無意識の理論に忠実に従ったセラピストの誘導によるもので、 実際の記憶ではないのではないかと批判された。この際問題になったのは初期の誘惑理論なのだがフロイトが家族主義的だからということが批判の温床になった側面もあり、実際の事件では家族に精神の不調の原因を求める考え方は危険視されたこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。